最強の卓球サーブ前編の続き後編です。スピードロングサーブ、スピードロングサーブは速くコースをついて速い球、長い速い球でサーブを打ちます。このサーブは速いこととコースをギリギリのコースをつくため、台から出てしまいやすい、オーバーミスしやすい、こちらのミス相手の得点になりやすいため、リスクが高いサーブとなります。最強のサーブかと言われたら、ちょっと自爆してしまう、自分のミスになって相手のあっさり相手の点になってしまうということもあって、最強のサーブとはちょっと言い切れない感じです。あとは釣ったように見せかけたナックル、これも簡単にフリックチキータされてしまいます。あとは逆横下回転、この横下と逆横下はプロ卓球選手もよく使っているサーブです。この横下や逆横下が短く思いっきり切れていると、トップ選手でもネットギリギリに返すことが難しい、ちょっと浮いてしまったりすることがよくあるサーブです。で、この横下や逆横下の場合、チキータされてしまうことがあります。ですが、思いっきり切れた横下や逆横下の場合、チキータもしづらい場合があります。相手がプロ卓球選手がチキータしようとしてもネットミスしてしまう場合もあります。なので現時点で最強のサーブというのはプロ卓球選手が多用する思いっきり切れた横下回転や逆横下回転、もう思いっきり強く切った短いサーブが最強のサーブと言えるかもしれません。あとは同じモーションで思いっきり切れた下回転を出したり、同じモーションでコースを変えて出すと、相手はどちらに来るのかわからなかったり、
チキータできると思ってチキータしようとしてもネットミスしてしまったり、ツッツキやストップで返せると思ってもちょっとネットより少し高く浮いてしまったり、こちらサーブを打った側のチャンスボールもしくは得点になることが多いと思います。最強のサーブをマスターできるように、自分でいろいろとどんなサーブが一番効くのかというのを、最強のサーブを探してみると面白いかもしれません。短く思いっきり切ると強打されにず、されにくい、強打されづらいというボールになります。台から出てしまったり大きかったり、あまり短くてもあまり切れていないとドライブを打たれてしまったり、チキータされてしまったり、フリックされてしまう可能性が高くなります。以上、最強のサーブについて解説してみました。